しかし今見てください、自民党には昔から右に向かう人と歯と歯の左に向かう人がバランスをとっていました。私が子供の頃から見てきた自民党はそういう政党だった。でも今の自民党はどうですか。集団的自衛権、武器の輸出、沖縄の基地の掘り押し、徹底的に右の方へ進んでいく。そして自民党は総務会で決定している国防軍の創設と、そして軍事法廷の創設と、とてつもない大きな軍事国家に戻そうとしている。普通の国に戻すというのはこの日本を軍事国家にすることだと今自民党は言っているんですよ。皆さん、もう一度言います。自民党という政党は昔から必ずそこに歯止めをかける歯と歯がいました。でも自民党という政党のバランスが崩れています。これは55年から始まった日本の一党の独裁的な体制を築いてきた自民党という政党が今崩壊しつつあるということなんです。そして一方で民主党を見てください。2009年私もその一員で国政に行きましたけれども、皆さんのお力で国政に送ってもらいましたけれども、民主党は何と言っていましたか。その自民党の一党支配を改めるのだ、自民党とは違う選択肢を出すんだと民主党は言っていたんじゃないでしょうか。しかし与党を経験した民主党は消費増税を自ら決定したから増税について厳しいことは言えません。民主党は原子力のあの大井原発の再稼働を野田さんが決めたから再稼働反対が言えません。原発を絶対なくすということも言えません。与党を経験したから、権力のそばについたから、自民党とは違う一つの軸であることを自ら放棄しました。今野党に戻って、再び本来の野党の政党として今活動しているかよく見てください。集団的自衛権については、あの閣議決定を無効化するとは一言も言っていません。民主党の仲間を右寄りの人たちが、集団的自衛権が必要だと思っているからです。でもあの 3.11 が起こって、それでも原発を推進しようとしたときに、私ははっきりと気づきました。自分自身が政治に関わって変えていこうとしなければ、原発が止まることはないんだということを痛感したんです。そして自民党にも、原発を作ってきた自民党にも、そしてあの事故が起こったにもかかわらず、原発を再稼働したしようとした民主党にも希望が抱けない中、ただ一人新原発を掲げて民主党を離党され自分の信念を貫こうとされた平さん、その姿がいかに私たちに希望を与えてくれたか。私はあの再稼働が行われた2012年の7月、平さんが決断された